では今回の希望金額と出資形態を教えてください。希望金額は100万円で、出資形態は投資オア融資でお願いします。あなたが思い描く未来の姿は？台風14号で被災した平家キャビア養殖場を復興し、キャビアから始まるなくさない社会の実現をしたいです。実は前回ですね、平出社長と高沢社長と三浦会長には座っていただいてて、お三方からも100万円ずつ積んでいただいてましたので、今日はまだ、彼の都合でまだそれが融資されてない状況の中から、この日を迎えてしまったので、一旦お三方からは一旦100万円積んでいただいている状況の中でスタートをしたいというふうに思っております。そうしましたら、鈴木さんの改めて今回のプランを教えていただいていいですか？今回のプランに関しましては、台風14号で今回大規模に当社の平家キャビアの養殖場が被災してしまいまして、その魚の稚魚が、かなり死んでしまったというような状態になっております。その稚魚がいないと製造できない期間というものが生まれてしまうため、その期間の稚魚を購入する代金を虎の皆様から、出資いただきたく、今日はやってまいりました。はい、ありがとうございます。ちょっと先にですね、その時の様子を少し視聴者の方もね、気になってらっしゃると思うので、ちょっと教えていただくことから始めましょうかね。はい、まず台風14号っていうのが、過去最大級の台風っていうふうに言われておりまして、伊勢湾台風よりも強い台風だったっていうふうに言われております。やっぱりその当時っていうのが、9月の18日19日にかけて台風がやってきたんですけども、もう最初からちょっと台風の様子が違うと言いますか、九州って毎年台風が来るんですけども、今まであったような台風じゃないような状態でした。もう最初から雨も風も全然見たことがないぐらい強くて、その最中っていうのもかなり、まあ、心配ではあったんですけど、すいません、なかなかもう見に行ける状態じゃなかったんですね。なので台風が終わってから、池の方に行こうとした時に、もう池に行くまでの道っていうのがもう断絶されてるような状態でした。でもうその日は全然行けそうになかったので、ちょっと雨が止んでから行こうということで、すいません、雨が止んでから、まあ、どうにか壊れた道を、崖を降りるような感じで蝶染めの池まで行ったんですけども、もうその時には蝶染めの池は土砂崩れで埋まってしまっていて、もう埋まってしまっていた池は全部魚が死んでしまっているような状態でした。で残りの池っていうのも、もう土砂が流れ込んで茶色になっていて、そこにまあ蝶ザメがまだ口をパクパクさせながら浮かんでいるような状態でした。で生きてる魚だけでもどうにか助けようということで、まあ、台風の後で水が山から出ている部分にホースを全部差し込んで、ホースで水を供給するようにしまして、それを3日間ぐらい、まあ、ずっとやるような形で、どうにか少しでも生き残らせようということで、ちょっとだけは、まあ、助けられたっていうような状態になりました。なかなかちょっと今までに体験した台風とは全然違ってて、まあ、こんな風になるとはちょっと想像もしてないような強い台風でした。すいません、ちょっとなんか感情が高ぶりすぎちゃって、ちょっとまだ算出できないぐらい壊れてる状態なんですけども、はい、魚の被害だけで約1億2000万円ぐらいの被害が出たっていうような状態です。今回4000万円という金額を希望されてるじゃないですか、はい、これは4000万円あればなんとかなるものなのか、これまず自己資金もあるんですよね、はい、頑張って、はい、で合計で5800万円って書いてあります、はい、そのうちの4000万円をタイガーファンディングで、まあ、調達できれば、どこまでどうなるのかまで僕の方から聞いておきます。はい、やはり完全に元の形に戻そうと思うと1億円近い資金調達が必要になってくるんですが、今回集められるその限界まで集めようというところで動いてて、最低4000万円がないと現在の状況をちょっと打破できないと、
まあ、3年後から5年後の出荷できるキャビアが目処が立たないような状態になってしまうということで、最低でも4000万円は集めないといけないということで今回やってきております。まずもってこの甚大な被害が、あって、もう本当に何て言葉をかけていいか分からないぐらい気持ちなんですけれども、まあ、あえて新しい意味であえて質問させていただくんですけど、前回の時もその台風の被害のリスクがあると、毎年その温暖化もありますので台風の規模がどんどん大きくなってくるという状況で、来年以降また同じことが起きないっていう何か対策は具体的に何か用意されてますでしょうか。2つ考えておりまして、まず1つ目が現在の池、今あるそのシーバ村の養殖場にの対策に関しまして、今回被災した理由っていうのが土砂が流れてきて、それで池が埋まってしまったっていう部分が一番大きい被害でした。なので今私の方で考えたのが、池に蓋をできるような形を取ろうと思っておりまして、はい、池に台風の時だけ蓋をするような形にすればシェルターみたいな形になって、まあ、仮に埋まってしまっても魚は死なずに掘り起こすことができるっていうような形を考えております。わかりました。じゃあ具体的にも案があってってことですね、はい、僕も自分でビジネスやっててたくさん失敗しますので、自分ではいつも思ってるのは失敗から学べばいいと思ってますので。ありがとうございます。ありがとうございます。もう一つはですね、それでも、被災してしまう可能性っていうのは、もうその池がある地形を丸ごと流されてしまうような可能性っていうのが考えにくいんですが、ないとは言えないというところもありまして、仮にそうなった時にそこに全ての魚を集中しておくと、今回のように被害が甚大になってしまうということもありまして、たくさんいろんな地域に養殖池を作る形にすることによって、一箇所が被災してしまっても他の場所がまだ残っているというような状態で完全にゼロになってしまうことがないようなリスクヘッジの仕方を考えております。さっき蓋をねつけるっていうことを対策として考えてるっておっしゃったんですけど、はい、それはあくまでこの屋外のここでの蓋ってことですよね。そうです、はい、これは屋内施設にするっていうことは考えられないんですか。屋内施設っていうのも考えられなくはないんですけども、やはりどうしても初期投資の部分で、まあ、何十億っていうふうな金額がかかってくるような設備になってしまうので、現時点でまだそこまでの設備投資をできる力が僕にはないというような状態です。ちょっとお話の途中なんですが、新しい2人の方もいらっしゃるので、彼のチョウザメ、ね、キャビアをちょっと試食をしていただきましょう。ちょっと紹介してください。平家キャビアというキャビアで、宮崎県の椎葉村というところで作られたキャビアで、臭みがないのが特徴のキャビアになっております。多分ふみさんと寺田さんは初ですね、はい、そうですね、初めてです、はい、日本のキャビア、ちょっと悪い思い出がありまして、アメリカでよく食べるんですけど、日本で一回美味しいもの食べてみようと思って来たんですけど、ものすごく美味しくなくてどこのお店とか産地は言えないんですけど、ちょっと食べてみます。いただきます。うん、美味しいですね。ありがとうございます。ちょうどいい塩分で、シャンパン飲みたくなるありがとうございます感じの、そしていただきます。うん、美味しいですね。ありがとうございます。なんかこうやっぱりあれ粒が大きいやつだと、なんか中の汁みたいな、なんていうんですかね、中の液体みたいな感じなんですけど、ちょっとねっとりした感じがしますね。ありがとうございます。僕がその最終的にExitで考えた時にね、このバリエーションがどのぐらいまで上げる自信があるのか、はい、何年後にどのぐらいまで持っていけるのかってことがまず知りたいです。まず私が今考えているのが、5年後に今回入れた稚魚が育ってキャビアとして出ていく、5年後にその時の時価総額が約10億円になるという試算で見込んでおります。というと5倍ってことですよね。はい、で営業利益でじゃあ1億ぐらい出すぐらいの、はい、ってことですよね、はい、そこまでじゃあシミュレーション上は持っていけると、はい、っていうところで、はい、うん、そうすると投資融資より投資の方がリターンの価値は高いですよね、はい、今のところ。これ今そういう意味で言うと時価総額2億円という価値に関しては、はい、それは誰かに検証してもらったっていう、一応コモの、会計事務所とですね、 M&A とかベンチャー企業を顧問されている弁護士の方に今顧問についていただいてまして、で、まあ、過去の事例から似たような
事例の場合どれぐらいのバリエーションが今ついているのかっていうのを計算していただいたような状態になります。最終的に、ごめんなさい、ちょっと待ってすいません、あのトモアッピーから、はい、電報が、電報って懐かしいですよね。そんな仕組みなんですか。実はトモアッピーもね前回出てて、実はあの今日出たかったんですけど、はい、ブレイキングダウン、そうそう、で、あの今回の特別収録には日程の都合上残念ながら参加することは叶わなかったため、プランや条件などがわからない中ではありますが、もし鈴木さんが良ければ100万円出資させていただきます。一日も早い復旧をお祈りいたします。トモハッピーこんなのありなんですかこれ6人目のトラですか、これ何ですかこれは。僕トモハッピーの代わりにここに置いときますね、はい、なんで現時点でさっき申し上げたように平出さん、高澤さん、三浦さんから100万ずつ積まれてので400万円、4000万円のうち 10% まで来たというところで、ちょっとすいません話の腰を折りました、はい、もう一回お願いします。はい、すいません、ちょっと、はい、最終的に目指すところがイグジットですよね、はい、それってバイアウトするのか IP をするのかって考えると、 IP って相当難しいじゃないですか、一次産業で。というとやっぱりバイアウトを狙って10億円ってところですかね。はい、あの M&A をやはり考えてみます、ね、はいはい、うん、なるほど。でもなんか僕の中では十分可能性あるなと思ってて、まあ、魚卵のマーケットサイズってどれぐらいでしたっけ。魚卵のマーケットサイズでいくと日本で1兆円ぐらい。1兆円ですもんね。でもその中でキャビアの、なんですかね、構成っていうのは相当低いですね、割合はね。それは何パーセントぐらいなんですか。それがまあ大体11億円ぐらいなので。ああ、じゃあちっちゃいですよね、はい、マーケットのサイズで言ったら。でもそのマーケットの、僕の感覚ではずっと鈴木さんと前の回からお話してて、このマーケット全部取れるんじゃないかと思ってるんですよ。あの鈴木さんの目算ではもうあの占有率を 100% 取っていくぐらいの気持ちですか。 100% まではいかないんですけども、はい、そうですね、ゆくゆくは 100% ぐらい取りたいなと目指してってですね、はい、でもそのぐらい鈴木さんのキャビアと他のキャビア の売れ行きって今年全然違ったじゃないですか、はい、もう全然もう春の時点で在庫なくなってたんで、1年間の在庫が。で他 の、ね、あのキャビアはあまり売れてなかった状況なんで、そう考えるとどんどんその逆にね、あの M&A をしていって大きくしていくっていうことも考えられますもんね。そうですね、うん、なんかそうすると夢があるなんかプランだなと思ってて、だから今回の災害ってすごいなんかなんですかね、やっぱり多分なんかの前に進むために鈴木さん大きなことをやるときに必ず訪れるようななんか大きな抵抗だったのかなと思って、これを乗り越えてまたその夢をね、あの大きなビジョンを叶うのかなと思ってるんで、あのすごい期待はしてます。ありがとうございます。すみません、これさっき三浦会長の方で大体年間の利益1億円まで持ってくる5年後にっていう話があったと思うんですが、5年後に1億円の、利益を作るためには売上でいうとどれぐらいになるんですか。大体5億円ぐらいを売り上げれば、経常利益で1億円ぐらい出るような予定になっています。あ、なるほど。そうするとキャビアってあの8年育ててキャビアになるって書いてあるんですけど、はい、5年後にそれだけの売上を作るの、5億ぐらいの売上を作るためには今その3歳ぐらいのキャビアが何匹ぐらいいることになるんですかね。約1000匹いればあのいけるような気がします。あ、そんなもんなんですね逆に、はい、そうするとあの被災状況っていうところに、山菜魚が1500匹、はい、亡くなってしまったというふうに書いてあるんですが、はい、そうすると当初の計画通りで考えると要はそれ以上にいくぐらいの計画だったってことなんでしょうかね。そうですね、この中からまあ多少そういう被災で減ってしまっても大丈夫なぐらいの状態で考えているような状態でした。なるほど。あ、途中でなくな、普通にこの台風じゃなくても普通になくなってしまう魚も要は出てくるってことなんですね。まあ、大体ですね100匹いたら1匹、はい、まあ年に1匹いなく、あの死んでしまうかどうかぐらいの。そんなに少ないんですね。はい。あ、なるほど、分かる。そしたらその、5億円ぐらいっていうのは逆に言うと今この尾数っていうんでしょうかね、はい、あの見るとそんなに難しくない数に見えますよね、そうやって考えると、はい、なるほど、分かりました、ありがとうございます。どうしても気になっちゃうのがやっぱり台風というか自然災害のところで、1年間に日本に多分台風って25から30ぐらい多分1年間に来るんですよね。でさっき5年間で5倍にしますと、利益も5倍にしますみたいな話だったんですけど、それってなんか実はちょっとこう
もしかしたら甘い見立てなのかなとも思うんですよね。そのさっきじゃあ屋内の施設を作るのに10億桁2桁億の、ね、お金がかかってしまいますと、はい、ね、起こってしまったことを今更後悔してもしょうがないんですけど、本当にあれは台風14号のあの対策っていうのは何もできなかったのかなって思いもあり、じゃあ5年後にですね、その営業利益で1億出しますと、そのぐらいの利益幅出たら確かにいいなと思うんですけど、何言いたいかというと、やっぱりビジネス、そのアクセルとブレーキといいますか、麹馬推しという言葉やっぱり大事だと思うんですよね。今年よく売れてたと、もしかしたら何かすることができたんじゃないか、対策として。じゃあこれから5年後、もしかしたらお金がかかるかもしれないけど、初期投資たくさんかかるかもしれないけど、10年後を考えた時には利益率を減らしてでも、やっぱり何かこう対策、例えば場所を変えるような養殖場を作ったりとか、全滅しない対策を作るという、こう防御策みたいなものを、いいビジネスだと思うんですよ。でも、やっぱりこの自然災害の怖さっていうのは日本はどこに住んでてもあり得るので、そこは、その利益率と、まあ、どういうふうにこう見てるのかなっていうのを、いま一度ちょっとお聞きしたいんですよね。まあ、やはり私としても対策っていうのはこれからより強固な池を作っていく必要もありますし、先ほどもちょっと言ったんですけども、池を分散させる必要っていうのがかなりあるなというのを痛感しました。で、まあ、その中で池を分散させたいっていうのはもともとずっとやっぱり考えてた部分でして、やはり一箇所に全部をまとめるのはかなりリスクがあるというところで、ちょっと実は他の自治体さん、今まではシーバソンっていうところに池を作るっていう形でやってたんですけども、他の自治体さんのところに作る形を取ろうとしてまして、その際に自治体と協力して池を作っていくっていう計画を今立てております。実際に今ちょっとまだこれ公表するとまずいので P を入れていただきたいんですけども、そこの土地の買収までもう済んでいるような状態になっております。そこでチョウザメ約3000匹から4000匹飼えるような池っていうのを作って、新たにやっていく中でから、その設備の半額ですね、約4000万円の計画の2000万円出していただくような形で話がもう進んでいるような状態になっています。そこをプロトタイプとして成功事例とできましたら、まあ、他の自治体にも同じように売り込みをかけることによって、まあ、いろんな自治体でチョウザメの養殖池っていうのを作っていけるんじゃないかというふうに考えて今活動してます。まあ、高澤社長の、ね、意見もわかるんですけど、今回まあ被害にあって来年のためにその蓋をするとか分散をするっていう、もう対策を練られてますので、まあ、そこはもうそれで良しとした方がいいと思うんですよね。僕はそのもちろん理想論としては素晴らしい屋内の施設ができたらいいですけど、現実的にそれは多分無理だと思いますので、今回僕は一番最初のその質問をさせていただいたのも、そこでもし何もプランがないですと、とりあえず投資してまた買って台風が来ないことを祈りますでしたら、それはちょっと僕は甘いと思うんですよ、ビジネスとして。ただ失敗したね、その被害に遭ったことから学んで今とりあえず一歩動き出してる、でまたこれがまた2年後3年後もまた同じ被害に遭って、でもその時にまた学んで蓋だけでは足りないから今度何とかしようというので、少しずつ3歩進んで2歩下がるじゃないですけど、それでいいと思いますので、そんなにいきなり全部が全部1回の被害で回復するというのはちょっと、まあ、そうですね、自然災害に対する認識って本当にこう要は全滅しちゃうかもしれないようなこう危機というか、そこをどうやって避けていくのかっていうのはやっぱり投資を、ね、こう考えていく中で、それがビジネス自体がなくなってしまうっていうこの危険性ってどうしてもやっぱり多いと思うんですよね。しかもこの一次産業なので場所をすぐに変えますとか、こういうその一次産業っていうのは一番最初からしっかりと座組を組んで考えをこう計画を立てて行わないと、ビジネスが大きくなった時にその大半がなくなってしまった方がやっぱりダメージは大きいので、まあ、僕としての見方っていうのは売上を上げ、そして利益率を高めるっていうのもその通りなんですけど、でもそこでどうやってビジネスを死なさないか、その殺さないかっていうところを割と見ちゃうんで、やっぱり今までも何かできなかったのかなっていうのは思ってしまう方なんですよね。ちょっとそれはもう多分理想論ですよ。僕もそのお茶抹茶ですので農産物を取り扱ってますから、
同じように被害に遭うことがあるんですね。それのリスクヘッジとしてやっぱり同じような考え方で産地を分散させてます。仕入れを一箇所にしないという、九州から仕入れたり愛知から仕入れたり京都から仕入れたりというそういう分散はでも時間がやっぱりかかります。実際その農業ですとかこういった飼育養殖っていうのは時間かかりますので、もうそれは時間かかりますしリスクもありますけど、もうそういうビジネスですのでもうやっていくしかない。ただでもやっぱりこれ8年かかると思うと、やっぱり高田さんが言うように結構対策しないと、8年って長いじゃないですか。それこそさっきの話じゃないけど、温暖化して台風がどん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 、それこそ異常気象があるのに、そこをやっぱり8年を先を見るとやっぱり高田さんにちょっともうちょっと考えた方がいいのかなとか確かに思うかなと思います。どうしても災害がないとは言い切れないで、どんな災害が起こるっていうのもやっぱり予想はできないっていうのが、まあ、今回の台風で余計に感じました。まあ、今回被災して、やめようと思ったことはないですか、この後。はい、やっぱりやめようと思ったっていうこともあるんですけども、今回かなり魚が死んでしまって、もうちょっとやめようというよりも続けられないかなっていうふうに考えたこともありました。もうほとんど全滅している池とかを見たときに、まあ、正直ちょっと心が折れそうになったタイミングもありました。でもチョウザメって、僕ってもともと田舎生まれで田舎育ちで、なのであんまり田舎が好きじゃなかったんですね。関東の方に出てきまして、大学卒業して関東の方で就職して、でそれから、まあ、シーバの方に戻ったんですけど、やっぱりなかなか田舎が好きじゃないっていうのもあって、居場所がなかったんですね。で、まあ、自分の居場所がない中で、どうにかこうにか家業のところでチョウザメと出会いまして、まあ、それから、まあ、いろんな経験させてもらって、チョウザメは僕の人生を変えてくれたかなと思ってまして、チョウザメって今年の7月にまたレッドリスト、絶滅危惧種に乗ってしまったんですね。チョウザメは僕の人生を変えてくれたから、僕はチョウザメが絶滅するっていう運命を変えたいなと思ってこのビジネスを始めたので、ちょっとやめられないなっていうのは、まあ、今回の台風ですごい思いました。素晴らしいですよね。やめたいとかやめたくないじゃなくて、やめれないっていうのはすごい僕ね、責任感あるなと思ってます。今の言葉がもうラストステートメントですね。これ以上にまだ言いたいことがあれば、ぜひ鈴木さん、もう一回僕の方から問いますね。ラストステートメントです。はい、大丈夫です。大丈夫ですか。はい。はい、あります。今のところ整理しますね。平出さんと高沢さんと三浦さん、そしてトモハッピーから100万円ずつ出てますので、400万、ここからスタートします。希望金額は4000万です。では、平出さん。777万円で、もう37で、もう本当、続けてください。ありがとうございます。ます。じゃあ、はい、何かコメントはいいですか？あ、もう本当にもうずっと何ですか、やり取りをしてきて、もう本当今まで最強の志願者だと思ってます。本当に応援してます。ありがとうございます。はい、では文社長。はい、僕からは800万円。ありがとうございます。これかな。もう本当に LA で食べたい。それが一番です。ありがとうございます。まずはね、しっかり復興していただいて、国内シェアを牛耳っていただいて、その後ぜひ世界にも挑戦してください。ありがとうございます。応援してます。はい、では寺田社長お願いします。はい。500万円で。ありがとうございます。もう思いもすごいですし、本当に優秀な方なんだなと聞いてて思いました。でその人がこう何て言うんでしょう、そういった災害で事業がダメになってしまうっていうのは本当に私も嫌な気持ちになってしまうので、それで言うとなんとか少しでも応援したいと思って500万円にさせてもらいました。ありがとうございます。はい、では高澤社長。はい、はい、僕は500万円です。はい。はい。はい。多分この中でこの養殖場に行かせていただいたのは僕だけかなと思うんですね。はい、場に行ってそのね、稚魚のその何ていうんですか、被害が3000匹ぐらいですよね、全部で。はい、でそれを被害数で3000匹っていうのは簡単なんですけど、それを育ててきた鈴木さんが一匹一匹
ね、この数えなきゃいけない、あのそういうこともすごく感じるし、その困難さというか、あとこういう厳しい状況でも前見て新しいことやろうと僕は諦めないと、そういうことを言う鈴木さんに僕はこれからも一緒にいます。ありがとうございます、はい、今のところですがトモアッピーから100万円電報でいただいてます。平井出さんが777万、ふみさんが800万、寺田さんと高澤さんから500万500万で、合計、2677万円まで積み上がってますが、鈴木さんの希望金額は4000万です、残り1323万円というところまで来てますが、この段階で三浦会長がいくら、投資するおつもりでいらっしゃるのかというところにかかっていると思います。では最後三浦会長お願いします。はい、はい、1000万です。まあ何でしょう、届かなかったんですけど、僕は先ね最初の方に言ったように投資家としてね今の現状の今のフェーズを見て、出せる金額は1000万だなと思ってるんですけど、はい、あちょっとごめんなさい、これまず置きますね、はい、ただ僕のこの1000万は結構意味があるなと思ってて、僕の考えではここでは1000万ですけど、まあ、やはりこれからいろんな災害が起きたりとか、これから設備投資していかなきゃいけない部分とかたくさんあると思うんですよ。今3歳の稚魚を買うのに4000万使うって言いますけど、まあそれ以外にも今後かかってくると思うんで、僕は本当に出すからには最後までお付き合いしたいなって、何があってもまた相談していただければ出していきたいなと思ってるんで、今は1000万ですけど、この先もずっと一緒にお付き合いしたいと思ってます。はい、以上です。ありがとうございます。はい、まあそうは言ってもですね、タイガーファンディング市場で多分最高の金額がこれ集まったんですが、それでも彼の希望金額は4000万ですので、もう一回整理します。いいですか、はい、これ、はい、さすがに ここまで出して僕も何でしょうね、感情的なところで言ったら全部出しちゃいたいなと思ったんですけど、やっぱり平等に考えて今の事業計画とかリスクもある中だったら1000万だっていうのが僕の投資判断なんですけど、やっぱりこれをゼロにするのもったいないんで、なんかクラファンとかやるって話だったじゃないですか、はい、それで残りの323万です。323万が集まったら僕は全額ここに、まあ、1000万出したいと思うんですけど、それでどうですかね、皆さんの意見。はい、皆さんも当然ちょっとトマッピーは今いませんので大丈夫です。はい、今すみません、ちょっとバロクギー少し長ましょうかな。はい、いかがですか。もう大丈夫、ハッピーで。はい、フミさん。もちろん、はい、大丈夫です。寺さん。もちろん応援したいです。高澤さん。もちろんです。じゃあ4人の方皆さん乗っていただいたので、はい、今三浦さんからの提案は、あと323万円足らないので、これから鈴木さんクラファンをやると、でそのクラファンでこの金額が集まった時に、皆さんも、承認していただいたので、この金額が投資していただけるということですね。鈴木さん、何としても集めなきゃね、これ。はい、皆さんご承認いただいてよろしいですか。はい、残り分を僕がそのクラファン行ったら出すっていう、あと370万出すっていうのでオールってことで、あとは4束出します。そうですね、でクラファンが達成すればですね、はい、多分達成するとは思うんで、期待して待ってますんで頑張ります、はい、ということで今日は条件付きオールですけれども、一旦オールです。おめでとうございますですね。はい、皆さん今日は本当にありがとうございました。なかなか被災してから、まあ、1ヶ月ちょっと経ったんですけど、ちょっと前を向いて頑張っていこうかなと思えるようになってきました。これからもっともっと頑張っていきますんで、応援よろしくお願いします。